花火が咲いた夜、僕は君をなくした。花火が咲いた夜、僕は君をなくした。さあ一瞬で戻ってくる、そんな強い女デコでございます。今新潟北陸ツアーのね、あれ最初私新潟北陸ツアーでめちゃくちゃ疲れてるので、ちょっとしかおしゃべりまったりゆったりできませんよ、あんまりおしゃべりできませんよって話してたんですけど、めちゃくちゃ嘘つきになりました。はい、めちゃくちゃ喋ってます。お付き合いいただきありがとうございます。タンちゃんもですね、デコの横にストーブがあるので、ここでまったりゆったりとくつろぎながらデコのおしゃべりを聞いてくれております。 BGM ね、さっきと変えました。花火っていう曲ですね、がかかってるかな多分ね。はい、さあ神社レビュー続いていきますよ。もうここがねすごかったの、超可愛かったのっていう神社いきます。それがですね、石浦神社っていう神社でございます。この石浦神社さんなんですけども、この金沢神社のねすぐ下の方にありました。石浦神社で、すごいね可愛いゆるキャラがいてね、キマちゃんっていうね、こういうゆるキャラがいたんですよ。これ御朱印をお願いしたらね、いただきました。おまけのしおりみたいな感じでいただきました。キマちゃんめちゃくちゃ可愛かったですよ。等身大キマちゃんとかもいてね、キマちゃんは物事がいい方向に決まるのキマちゃんなんですって。で、こういうご遺書書きも、立派なご遺書書きいただきました。はい、かっこいいですよね。で、石浦神社と一緒にね、石浦神社の、まあ、セットみたいな感じでね、高坂稲荷神社かな、広坂だったかな、なんかその気がしてきて、広坂稲荷だったかな、こう広い坂で、広坂でした、大変失礼いたしました。広坂稲荷神社ですね。うん、セットでね、石浦神社さんと広坂稲荷神社さんがセットで、境内にあるんですけれども、ですね、すごく賑わってたの。写真をね、X に載せてるんですけどね、この広坂稲荷神社さんの方がこういう提灯がね、すごいね、お祭りみたいな感じでぶら下げてあって飾ってあってね、すごく可愛くてガールがいっぱい集まってましたよ。はい、でお守りもね可愛いのよ。お守り、母へのお土産にね、キマちゃんお守りと、この星守りいただきました。なんかこれもね、ちょっとデザインで可愛いなと思って選んじゃったんですけど、まあ、星の巡りで物事がねいいように決まるようにしてくれるっていう、そういうねお守りになっているそうです。で、そんな、石浦神社さんと広坂稲荷神社さんの御朱印がいけるかな、まとめていきたいな、こちらですね。どっちもかっこいいですよね。はい、両方いただいてきました。広坂稲荷さんの方はですね、なんだろう、これは竜かな、
竜っぽい、竜っぽいキンキラキンの絵が描かれてますね。めちゃくちゃかっこいいですね。はい、こんなね御朱印いただいてきましたよ。で、ここのね、神様は大国主さんでした。大国主さん、まあ、他にもね大山積さんとかも祀られてますね。そして広坂稲荷さんはもちろん宇賀の御霊さんがね祀られてます。宇賀の御霊さんはまあお稲荷さんですけれども、あの最近はつくよみさんと同じなんじゃないかっていうね説も出てたりしてね、私もすごく注目している神様でございます。さあ続いてですね、これ新潟県にやっと突入しました。新潟県の神社行ってきましたよ。新潟県の一発目の神社ですね。なんともうこれ名前でね行っちゃったの、もののべ神社っていうのがあってね、二田もののべ神社っていうね神社さんに行ってきました。これもね X にちゃんと載せさせていただいております。二田もののべ神社、あのもののべさんっていうのはですね、もういろんな意味ですごく話題になっていて、まあ日本を動かしていったいる、まあ、そんないろんな都市伝説を生み出しているそんな一族なんですよね。あのこのもののべという名前に惹かれて新潟県柏崎市ですけれども行っちゃったんですけどね、あの祀られている神様が、二田の雨のもののべの御事ですってのがめっちゃ多い、のがめっちゃ多い神様が祀られてます。はい、そんなものの数がやばい神社なんで、あのこちらもですね御朱印の書き置きがねいつもご用意していただいてるみたいなんですけど、お賽銭方式でお金を入れさせていただいて自由に持って行ってくださいねっていう、あのそういう書き置きの御朱印が用意されてるみたいなんですけど、この日ちょうどねあの売り切れちゃってで、ね、なかったんですよ、残念なのでね、また改めて出直したいなと思っております。ちょっと名前で言っちゃった、二田もののべ神社。さあそして続きましてですね、私がお参りしてきましたのが三社神社、宮代神社だったかな、三社神社だったかな、私がね全然読み方とかをすいませんね、宮代神社、あ、小黒天さんありがとうございます、見ていただいてすいません、どうでもというか、なんかね何とも言えない雑談をしておりますが、はい、三社神社ですね、行ってまいりました。新潟県新潟市の神社で、あの本当はね神社ってあんまりその夕暮れ時とか行っちゃダメだよって言われてるんですけど、めちゃくちゃ夕暮れ時にねあのギリギリ滑り込みセーフで行かせていただいた神社になっております。で、祀られている神様は天照大御神と、八幡様と、竹三日月でございます。竹三日月ってね、あの竹三日方に、竹三日方を諏訪に追いやったあのめちゃくちゃ怖い雷様ですね。はい、雷神様でございます。で天照さんももともとはなんか戦う神様だし、八幡様なんかねもう戦いの神様だし、そこに竹三日月さんまでいるわけだから、ここめちゃくちゃ強い神社ですよ。大黒天さん、神社巡ってらっしゃるんですか。そうなんです、神社めちゃくちゃ巡ってます。あの暑さでびっくりすると思うんですけど、こんな感じでお守りと、あ、見えないですよね、見えないな見えないな、なんでこの背景が一瞬溶ける、ここだ、こんな感じで
ですね、これがご由緒書きとお守りをこういう風にファイリングしてはい、集めてまして、で御朱印帳もこういう感じで集めてまして、でちなみにこのご由緒書きのフォルダ、ファイルがですね、これで3冊目になります。あと2冊あと2冊あります。やばいです、めちゃくちゃ巡ってます。はい、で三社神社行かせていただきました。で三社神社もですね、すごいね、ギリギリに行かせていただいたんですけど、めちゃくちゃ丁寧にまだ大丈夫ですよっていう風に対応していただきまして、もう駆け込みでお賽銭して、駆け込みでお参りさせていただいて、お守りもですね、駆け込みで勝ち守りというのを買わせていただきました。めちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃかっこいいです。パケ買いです、これも。はい、で三社神社さんはですね、カエルちゃんがね、カエルがすごい祀られてる神社さんでして、これも X のね、サイコデコのアカウントの方に載せてるんですけどもね、カエルのね、おみくじ、このおみくじ、カエルのお尻の部分にね、おみくじが入ってるんですよ。で、スポッて抜いてで、おみくじを見るっていう、はい、そんなね、カエルのおみくじがある、そんな可愛らしい三社神社さんでした。そのおみくじね、おみくじなんですけど、今回はね、中吉だったんですよ。なんか結びつけるにしてはちょっといいのかなと思って、で結構内容もね、願い事を早く叶えて喜びありとか、旅立ちいずれに行くも損なしとか、相場変え大きな利益ありなどなど、ちょっといいことばっかり書いていただいているので、これもね、結びつけずに持って帰ってきちゃいました。カエルのお尻から生まれたおみくじですね。でそんな三社神社さんの御朱印が、なんか月ごとで変わるみたいなんですけど、今月は大晦日の大祓えの、こういう素敵な御朱印でしたよ。紫ってかっこいいですよね。はい、皆さんよかったら、新潟市の神社です。すごくね、対応もすごく良かった神社なので、皆さんよかったらね、行ってみてください。ね、整理しながらやんないとね。はいはい、であと2カ所行きました。すごい、結構行きましたよ。だからあれ、さっき8カ所って、9カ所って言いました。9カ所今回巡ったので、4日間で9カ所回ったのかな。次はですね、ちょっと多くは語れないんですけども、はい、多くは語れませんが、信州忍者の山にある神社、戸隠神社に行ってまいりました。戸隠神社ですね、5社ありまして、5社全部巡るとすごいなんか忍者になれるよみたいな忍者になれるぜみたいな、なんかそういう、はい、こういうめちゃくちゃちゃんとした神社で、長野県の中だとね、やっぱり諏訪大社と並ぶくらい有名じゃないですかね。諏訪大社が一番有名かなと思うんですけど、諏訪大社の次くらい、並ぶくらい有名な神社なんじゃないかなと思ってます。で、すごいね、なんて言いますか、山の中にあるので、なかなかね、行く機会っていうのがないので、ちょうどね、近くを通ったのでね、頑張って行ってきました。でこう、やっぱりその奥社っていうね、ところとね、九頭竜社っていうところは、5社あるんですけどね、このそのうちの全然見えなくなっちゃった全然見えなくなっちゃった、見えるかな、5
5社あって、そのうちの奥社と九頭竜社っていうところは歩いていかないといけないところで、2キロって書いてあったので、雪道を2キロ歩かなきゃいけなくて、はい、私その日のうちにね、山梨県まで帰らないと今日仕事でしたので、ヤババばいということでね、奥社と九頭竜社行けなかったんですよ。で、中社、方向社、日の御子社のね、3社、巡って参りまして、中社をですね、雨の矢心思い金の御子と、なんかあんまりね、実は聞いたことない神様だなって思ってたんですけど、天照大御神のですね、天の岩戸騒動あったじゃないですか、こもっちゃったやつ、あれの時にどうすれば出てくるかな、どうすれば出てくるかなって考えた頭のいい人ということだそうです。でそこで、まあ、雨のうずめちゃんがね、踊ればいいんじゃないって言ったってことですよね、その神様ですね。で、方向者は、雨の上春の御事という方が祀られております。この方もね、かなり古い神様といいますか、古事記のめちゃくちゃ最初の方に出てくる神様みたいですので、私もね、実はあんまり知らない神様になっております。はい、そして日の御子社の方にね、さっきの雨の矢心思い金の御事の話は出てきましたけれども、そこで踊ったね、雨のうずめの御事がね、祀られてたんですよ。雨のうずめさん、なかなかお会いできなかったので、もしかしたら初かなと思って、芸能の神様なので、はい、すごくね、ちょっと長めにお参りさせていただきました。すごくね、素敵な神様でございます。そんな、戸隠神社、戸隠神社もお守りいくつか買ったんですけれども、2つはちょっとお土産にしようかなと思っていまして、私が選ばせていただいたのはこちら、かっこいい菊の家紋と戸隠神社って書いてあるオレンジのかわいい、はい、お守りになっております。ここね、なんか、まあ、に忍者の人たちが修行する場なので、あんまり気軽に行っちゃいけないのかなとも思いつつ、まあ、でも観光地として PR してるんだから、みんながね、楽しく気軽にお参りできるような、そんな場所であってほしいなと心から願っておりますけれども、多くは語りませんよ。でもこんな感じで御朱印、すごくね、かっこいい御朱印書いていただきました。はい、でこれはですね、白卓図ですって。白卓っていう、なんか吉兆をもたらす中国のね、神様ですね。その白卓図を、まあ、飾るとすごいいいことがあるよということでね、こちらも御朱印帳に貼らせていただいております。戸隠神社行くときは、なんかいろいろ下調べしていった方が、行ったりね、詳しい人とかに聞いたりして、一人で行かない方がいいかもしれないですね。アドバイスです。最後行ったのがですね、長野県の、どこだったかな、上田だったかな、あ、上田ですね、生島樽島神社っていうところにね、行ってまいりました。この生島樽島神社、ここもですね、結構ちょっと滑り込みの夕方の時間帯にお参りさせていただいたんですけれども、すごくね、心よく受け入れてくださいまして、いろんなね、お話もしてくださいました。とてもね、いい方々がいらっしゃった神社でございます。でこの生島樽島神社はですね、中がね、境内撮影禁止になっているところが結構多かったりしたので、あんまり写真は撮れていないんですけれどもね、すごく素敵な神社でした。ちゃんと許可を取ったら撮影とかできるのかしらね。
あの鳥居が赤い鳥居だったのでなんとなく雰囲気わかると思うんですけども、あの結婚式とかをねやる神社ってすごい赤くてきらびやかな感じのね神社多いじゃないですか。そういう感じのねすごく素敵な雰囲気の神社さんでしたよ。でこの生島春島神社のお守りもいただきまして、お守りねすごい素敵なお守りたくさんあったんですけれども、あのなんていうか私のこのファイルもめちゃくちゃかさばってきまして、あの薄めの背景化しちゃうな背景化しちゃって全然見えないんですけど、まあ厚さで言うとこんくらいの厚さがあると思っていただけると、うん、広辞苑くらいの厚さは普通にありますね。なのでちょっと薄めのお守りだと助かるなと思って探してたら、すごいね綺麗な切り絵ですねのねお守りがあって、ちょっと反射しちゃうんでこれも開封しますね。開封の儀、じゃじゃん。で仕事守りにしたんですけどね、この切り絵がほんととっても素敵なの。あ、結局開けても反射しちゃいますね。はい、こういう切り絵のねすごく素敵なお守りいただきました。でここにねアヒルさんが書いてあるんです。多分 X の投稿の方が綺麗にね見れると思うんですけど、アヒルさんが書いてあるので、アヒルの神様はさすがに私知らないなと思って、さっきのね稲葉の白うさぎは分かりましたけども、アヒルの神様は知らんぞと思ってあの聞いたんですよ、神社の方にね。このアヒルさんはどんな神様なんですかって聞いたら、このアヒルさんはこの生島垂島神社にある池で毎日働いている神社のスタッフなんだそうですでちょうどその日はねもう夕方で寒い時間帯だったのでお家に帰ってたのかな、お会いできなかったんですけども、熱心に仕事をしてくれているのでということで仕事守りになったそうですよ。なんかそういうねお話も聞けて嬉しいですよね。でこの生島垂島神社いろんな御朱印種類があったんですけども、冬限定の見開きの書き置き御朱印っていうのがありまして、それがこういうとても素敵なねデザインのものになってました。可愛らしいですよね。思わずね、これこちらにさせていただきまして、で生島垂島神社の神様なんだけどね、生島狼と垂島狼だ、誰ですかねすいません初めまして、めちゃくちゃ初めましてと思って、初めましての神様でした。生島で調べたんですけれどもね、やっぱり古事記とか日本書紀とかには出てきていない神様なんですって。でこの生島狼さんは生きとし生けるもの万物に生命力を与える神、垂島狼さんは生きとし生けるもの万物を、満ちたらしめる神なんだそうです。なのでつまりこの2人、お参りしとけばもう最強ってことですかね、はい、で真田氏ゆかりの神社ということもあって、私真田氏大好きなので、はい、それもあってね、お参りさせていただきました。真田正幸さんとね信幸さんの親子のねいろんなものがね所蔵されているそうですよ。そういう資料とかもねここに載ってる、そんな、ご優勝書きいただきました。すごくねいい神社さんでした。ぜひねまたゆっくりお参りしたいなと思います。こんな感じでお話ししてまいりましたけれども、実はですね御朱印帳、私これ2冊目の御朱印帳だったんですけど、1冊目がこちらでね、ちょっと小さめの子で、2冊目こちらで、はい、こちら猫ちゃんの御朱印帳になってるんですけど
これは藤吉田の織物で作ったあの御朱印帳で、こちらはね、猫神社さん、猫神社かな、猫神社さんかな、あの長野県の飯田市にある、ね、神社さんで、猫を祀ってる神社さんがありまして、そこの2月22日限定の御朱印帳でございます。にゃんにゃんにゃん猫の日のね限定御朱印帳でございます。この2冊がもう1冊目2冊目に行ってるということはね、もう1冊目もこういっぱいになっているだろうということですけれども、なんと2冊目もこの新潟北陸遠征でじゃじゃーん、いっぱいになりました、埋まりました。たくさんの神社の皆様ありがとうございます。たくさんの神様がついていてくださると思うと嬉しいですね。ねえ、嬉しいですね、タネちゃん。そしてね、もうすでに新しい3冊目の御朱印帳も買ってあります。この御朱印帳はですね、私が、行きつけでよく行ってます、富士山の、下宮さんって呼ばれてるね、御室浅間神社、富士下宮御室浅間神社っていうのが富士吉田市にあるんですけれども、このお馬さんの神様がいるちょっと珍しい神社なんですよ、はい、この神社さんの大ファンで、本当一時期毎月御朱印変わったりするので、あの毎月ねお参りさせていただいたり、今ちょっとミュージックビデオ撮らせていただけないかっていうあの企画書をお出しして、まだ返事がなく2ヶ月くらい経ってしまったんですけどあのでも大ファンの神社さんの、御朱印帳を買わせていただいたので、今度はね、この御朱印帳に書いていただく感じになるかなと思います。御朱印帳3冊目に、ついに到達しました。イエイ、頑張っていくぞ、さあということで、あの時間もすごくたくさん長い時間お付き合いいただきありがとうございました。今日もいっぱい喋っちゃったな、はい、ということで新潟北陸遠征、いろいろあの音楽の方も神社巡りの方も頑張ってまいりましたので、また今後ともね応援よろしくお願いします。今週はね、金曜日に甲府市の、カズーホールっていうあのちょっと大きいライブハウスの方のイベントに呼んでいただいてますので、そちらでね演奏していきたいと思いますので、ぜひね皆さん聞きに来ていただけると嬉しいです。さあということで、皆さん今日お付き合いいただきありがとうございました。それではおやすみなさい。今年の夏に